はい、どうも佐々木です。そして鈴木です。はい、ということで佐々木鈴木ですね。もうこのね景色も海慣れたでしょ。清美さん慣れましたね。すごい見てるよ、はい、外側から見てるよ、うちのスタッフさんがもう、はい、気にしない、もう気にしないよ、気にしない、もうプレッシャーに負けてはいけないですからね。もうね、 YouTube なんてね、もうあのね、とりあえずもうガツガツいったもん勝ちだと勝手に思ってるわけですよ。はい、余裕よね、あの2人もね、いずれ入ってくるんやから。はい、彼女にね、いずれ動画撮ってもらうんです。楽しみにしとってくださいね。ね、今日は清美さんの番です。はい、でもね、結構おなじみ感ある、出てきてるみたいです。若干。まあ、よう見てくれてる人はね、あ、なんかこの間の鈴木先生、うんうんとかね、言ってくれるんでね、今日喋っていきましょう。せっかくなんで。はい。最近どうですかね、患者さんとか、患者さんとかね、見てくれてると。はい、気にしないよ。もうそこの、そこの、ガヤは気にしないよ。清美さんね、蒲田のね、こう治療院の中でもよく入ってくれてますからね。そうです、ね、割とね、患者さんで見てくれてる方なんですけどね。なんか割と、あれでしょ、さっきチラッとだけ聞いたけど、お風呂入るようになったんですよ。あ、そうなんですか。T さんでしたっけ、はい、本名はね、ちょっとね、あの別に許可ももらってないしね、まだ出せないですけど、T さんね、はい。お風呂入らへんみたいなね、感じでこう言ってたんじゃないですか。いつやった、え、前回来たのがいつ、今日が土曜日ですか、昨日、おととい、隔週。金曜日に来てるからね、昨日ね、からあの来られたんですけどね、はい、お風呂入ってた、はい、ああいいじゃないですか。かたくなでしたもんね。なんかあの娘さんのね、こうあれいわくなら1週間以上入ってないみたいな、そうです、ね、言ってたでしょ。もうなんか冬場やからまたなんとかねみたいな言ってたけど、もうこの時期になったらもう臭いよみたいなね、言葉悪いけどみたいなね、ちょっと匂いがねみたいな、ぼやっと言ってましたけどね、弱臭いってこと言ってたんですよね、はい、入ってた、はい、ああ、よかったですね。そうなんです。なんで入るようになったの？何をしたんですか？うん、髪の毛を切った。髪の毛を切った。はい、髪の毛を切ったら風呂入ったんですか？そうなんです。長くて、まあ、結構ロングでしたよね。僕ちょっと最近お会いできてないけど、確かに僕の印象的にもね、結構長かったんですよ。そうなんです。バッサリいった。そうですね、もう肩ぐらい。あ、ほんま、だいぶ身近になりましたよね。そうですね、20センチぐらい来たんじゃない？そうしたら。そうですね。ね、行ったって。そしたら風呂入ったんですか？そうなんです。なんでそう思ったの？髪切ったら風呂入ったって。なんか本人が言ってた。切る前はちょっと髪の毛が、うん、ベタ。なるほどね、うん、ちょっとウェッティーなね、うん、オイリーな感じで、最近オイリーなヘアが流行ってるからね、はい、意識してるんじゃないでしょうか、彼女もね、はい、そう、なるほど、悪い意味でのオイリーな感じね、はい、なるほど、それがあったわけですか、はいはい、さっぱりしてて、はい、で髪切った、なんか本人もなんかさっぱりしたみたいなこと言ってたんですか、ってことは。そうですね、髪の毛切ったから、うん、髪の毛洗うのも楽になったわって言われてて、そりゃそうですね、20センチも短くなったらね、うん、そうなんです。ああ、なるほどね、うん、いやでもそういうのあったんかもしれないですよ、もと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 というか、その入らん理由がね、うん、ね、しょうもなってちょっとね、一瞬思うじゃないですか正直ね、うん、切ったぐらいで入るんかみたいな。でも本人からしたらね、髪長いのを洗って、うん、乾かすのはきっとね、めちゃくちゃめんどくさい、うん、なんかそのね、髪洗うのが単純めんどくさいっていう理由で風呂入らないとね。でもそれで言うんやったら、なんか前言ってませんでした、お風呂は入るけど頭だけ洗わへんみたいな。そうです、言ってましたよね、はいはい、理由そこかもね、うん、なんか僕それはそんな不思議なことあんのみたいな、うん、風呂全部全体的に風呂入らへんっていうのって理由わかるけど、お風呂入って頭だけ洗わんと帰ってくるみたいなね、こう娘さんの言葉聞いた時にへーみたいなね、うん、ふうに思ってたけど、ようよう考えたらね、今なんかね、あの今その全部聞いた話トータルすると髪長いのが面倒くさかったということなんですね。あ、いや、なんかバカバカしい、なんかね、なんか蓋開けたらバカバカしいって思っちゃうかもしれませんけど、これ結構ね、なんか重度なっていうかね、ヘビーな症状として家族さんからすると捉えちゃうかもしれませんよね。うん、お風呂入らないきついじゃないですか。そうですね、家族これからの時期ね、お風呂入らんかって、でしかもなかなかな匂いをさせて、もうお風呂入ってよとかって言っても入らへんでしょ、家族さんに。もうちょっと勘弁してよ、この認知症状とかって思うかもしれませんよね。うん、ね、なんかまあ、まあでも今回の話ね、聞かせてもらって僕的にも思うがね、なんか認知症状ってなんかね、そういう一見しょうもなみたいなところから来るものもあるんやって話ですね。うん、それで言うならね。そうですね。ね、
なんかすごいね、脳のこの辺が弱いんじゃないかとかね、うん、あるじゃないですか、なんか僕ら脳内臓筋ここで喋るじゃないですか、ね、その4つの要素でなんか考えてみたいなことをね、なんかバッて言ってるけど、それ以前にねもっとなんかね、あの違う側面に違う要因っていうのもあるんじゃないかみたいな、そんな話でしょうね、はい、あーなるほどね。いやでもお風呂入るようになってよかったですね。昨日結構オイリーな加減はどうやったんですか。え、サラサラしてない絶対その方がいいですよね。あれだったんだなと思って、よかったなと思って。絶対その方がいいよな、うん、もうだってもうヘアセットのあれ感じと違うもんな、うん、痛くね、こうあのなんかね、もう皮脂のっていう感じ、ちょっと分かりますもんね、違いますもんね、はい、あでもまあまあ良かったですよね、 P さんに関してはね。きっと娘さんも、まあちょっとこれね、昨日の話ですからでもあの1週間も全く金具に入らへんみたいな感じとかね、まあ、そんなんがちょっと溶けてるっていうところがちょっと見て取れたってことですから、今後の経過観察ね、はい、大事ですね、はい、これでもうねお風呂入れるようになって夏のこう干せるような感じにね、あの迎えれたらですね、まあ、娘さんとしてもねちょっと一個ね大きいストレスみたいなのが削れるんじゃないですか。そうです ね、はい、確かにちょっとこれは僕も勉強になったかもしれないですね、いよいよ聞いたらね、はい、まあまあでも T さんでも他にも結構改善してますもんね。そうです ね、はい、何言ってた、なんか最初の変化で言ったら何て言ってました。ズームなんか会議かなんかに自分から参加するようになったんだよね。そうですね、ズームなんかオンラインのなんかね、オンラインの操作ができるようになって、うん、操作ができる、そう なんかちょっと僕もぼんやりしてるんですけど、なんかの役員さんなんですよね、うん、なんかそういうのでこうグループで携わってて、なんかそういうこう集会というかね、うん、今ちょっとこういうご時世やからあのオンラインでね、そういうのでやってるけども、なんかそれで参加せんくなってたが、うん、自分からなんかセットしてね、うん、なんか出向くようになったというかね、なんかそんな言うてたりね、結構すごい話ですよ、それで。ですね。うん、なかなか面白いですよね、うん。娘さんがすごい心配してたからね、ちょっとそういうね、こうあの変化とかちょっとずつ見えてきてたんでね。うん。うん、なんか今後も、なんかこう、希望を持って頑張ってくれるんじゃないかなとね、そうね思いますよね。はい、まあ風呂入らんかった理由はもしかして、髪長かったんちゃうか説ですね。いや、結構そういうのあると思いますんでね、あのこれ見ていただいたなとかね、かめっちゃ深刻に考えるよりもね、なんかそもそものなんかあの本人どう思ってんねやろみたいな、うん、なんかそういうそっかのところをねこうあの考えてみるっていうのも大事なのかもしれんなというところでしょうかね。はい、まあ今日これ見ていただいたなとかね、一個参考にしてくれればいいかなと思っております。清美さんからは何かありますか。はい、大丈夫です。あの必殺仕事人でもうね、言葉ではもう言葉では語らないという感じですかね。はい、わかりました、まあ、今日も見ていただいてありがとうございます。はい、よければチャンネル登録、いいねボタンなどお願いします。ゆるい感じの動画でした。ありがとうございました。